走路それらしは金木座の御の御事の三男手綾佐野の御事と言える神なり。霊前天の岩と騒動において金木御神に悪脈を憎ませたまえば地方の神々より力を木蔵をもって頭蓋の国そこの国に退けようとのおせにて将来はこれよりは出雲姉の国そこの国を指し急がばやぞと思うなり。急ぎなされ候仕込まって候
早出雲姉の国そこの国にも着いたと思えて候あら不思議なるかが高みより足一本流れ来たり雲川上にも人かあるに沿いなしこれよりいちいち探索なさばやぞと思うなりお尋ね申し上げたせまつるあなた様は狼の弟不可能の御子様にてござろうかな三宗郎まあ三宗郎に立ったまあまあわしが大神さんじゃ言ったったくまあこの可愛い姫のことちょっと頼んでみたりましょうかお頼み申し上げたせまつるそうそうこれは運勢は感動のに妖怪の神につないつかまつる自陣の名は品づちまた馬場の名は品づちと申す自治と馬場にてござそろ我々夫婦の間に戦争ら満潮の電波沖に広め日の堀の強者と言われ何の不足もなけれども近年比で別の日のため戦争ら満潮の電波とが昼がゆえ掛け紙を持って電波に水を引いたたたりやろう我々夫婦の中に八人の姫を持ちすが七人が七年の間に山田のおろちに懸念をかけられむさりむさりと取り食らわれて候も今の懲りしこの不思議なだ姫姿を見れば春の頃形を並ぶれば秋の頃かわゆてならんが親心不憫と思うもまた親心にて候近頃受けたまわってそれば日の神の弟スサノオの御子様がこの出雲の国に天下らせたまうよしどうにか姫の命が助からんかとようやくここまで渡り越してそう何とぞ何とぞ助けそれ恩
神様よ。里に隠し置き七重に締めを張り八重垣大明神へと祝い込み、そこに七尺の棚を追加の角に酒舟を据え独しを仕込み、大蛇来たり手姫を家におらんと見てガブガブと酔い口眠り寄るところ、垂れ携えたるこの宝剣を持ってなずたと対峙すれば目の命は安く助かることに出そうろう。さようなれば早くここへ特殊の用意をいたせ。かしこまってそうろう。Oh.
るかな。大蛇退治せしとき、先に受けば一振りの宝剣に出たり。よってこの宝剣は阿部の部落者の剣と名付け、金君を帯神に献上なつかまつらん。最後のご挨拶を務めさせていただきます。今日はですね、正気土地雲山田のおろちょ三演目奉納させていただきましたが、まあ、最後までですね足を止めて見ていただきまして、また熱いご声援のほど、誠にありがとうございました。ちょうど本当に時期がですね、お花見
もう真っ盛りという中でですね、まあ、このように、奉納ができて、また本当週始めはですね、あの傘マークがあったりなんかしてどうかなと思いよったんですが、まあ日頃の行いが皆さんよろしいようでですね、あのこのようにあの天気もいい中で、私どもですね、神楽ができて、本当良かったと思っております。で、まああの再度ですね、神中調子というのはまあどこぞというような、まあ、ご説明しましたが、まあ、川内、浅南区は川内の方ですので、まあ、ちょっとですね、あのあその辺に神中調子神楽団というのがおるんだというふうにちょっとあの込めていただいてですね、まあ、先ほども言いましたが、神中調子はなかなか調子が良かったのというように、覚えて帰っていただければのと思います。でですね、あの、まあ、先ほども告知しましたが、あのまたゴールデンウィーク5月3日にですね、観音はマリーナホップの方で、大森神楽団で宮崎神楽団でうちの方 3団体ですね、神楽をさせていただきますので、もし、都合よろしい方がいらっしゃいましたらぜひ足を運んでいただきたいなと思っております。でまたあの1日空けて5日ですけど、あの今度はですね、あのま、マリーナホップはすみません、チケットが1500円なんですが、あのそのまた、5日子どもの日はですね、今度スーパー の富士グラン紅葉いうて、あの朝北区紅葉にあの富士グランいうとこがあるんですが、あのそこのスーパーの中でですね、何をするの、あのすみません、今日やったあの土蜘蛛登録をですね、またやりますので、まあ、もしですね、それはあのすみません、無料となっておりますので、ぜひあの都合よろしければですね、またお孫様、お子様と一緒にですね、来ていただければなと思っております。まあ、最後になりますけど、まあ、コロナは明けたんでしょうけど、まだですね、まあ、春先、まだまだ、まあ、インフルエンザに取られる方とかちょこちょこ聞いたりですね、また花粉症のひどい方いらっしゃいますので、まあ、どうぞお体ご自愛いただきましてですね、今年も皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしまして、またこのような機会がございましたらですね、今日のように温かいご声援をいただくよう重ねてお願いを申し上げまして、簡単ではございますが最後のご挨拶と返させていただきます。今日は最後まで誠にありがとうございました。お賽銭をたくさん投げて帰っていただいて、お参りして帰っていただきたいと思います。あの私どもまだちょっと二礼二拍手一礼しないんで、ちょっとやっておきますかね、まとめてね、はい、あすいません、あの個人的なことですんで。あとお賽銭を投げておきますんで。今日はありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいませ。